もう一人の龍が現れます。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は2つの龍の意味についてお話をしていきたいなと思います。この2つの龍ってところに関してはやはり双龍ということでね、最新話の中で三ツ矢がデザインした服のテーマっていうのが双龍だったわけなんですけど、ここで出てきた双龍っていうのが天に駆け上がり名声を求める龍っていうのと、地に落ち愛を求めさまよう龍っていう、この2つの龍が描かれていたんですよね。っていうので、この2つの龍っていうのを考えてみて、双龍っていうところでね、そのままシンプルに考えてドラケンと三ツ矢のことを表しているのではないのかっていうふうに考えることもできるんですけど、それこそ天に駆け上がるっていうのを考えてみたら、天に旅立ってしまったドラケンっていうふうに考えることもできるんですけど、ただそうなってきた場合に気になるのは三ツ矢側なんですよね。天に駆け上がる方がドラケンだった場合、もう一個の龍っていうのは地に落ち愛を求めさまよう龍っていうに書かれてるんですが、三ツ矢っていうのはもちろん愛っていうところだね、家族とか仲間っていうのを大事にするっていうので、そういう愛情深い人間っていうのはあるんですけど、別にさまよってるわけじゃないんですよね。っていうふうに考えてみると、地に落ちている黒色の服だった方の龍っていうのは別に三ツ矢とは繋がってこないんですよ。で、なんならこの愛を求めさまよう龍っていうのを考えてみたら、まさにドラケンと繋がってくるんですよね。なぜかっていうと、ドラケンっていうのは本当の両親のことを知らないわけですよ。で、そこについて三ツ矢とドラケンの出会いが描かれている122話ですよね。その122話の中でも、ドラケンっていうのは三ツ矢に対して親の話をしていたんですよ。お母さんのご飯はうまいかっていうことを聞いて、三ツ矢っていうのは俺の方が料理はうまいからなみたいなことを言ってたんですよね。で、それに対してドラケンはなんかそういうのいいなっていう風に羨ましがってたんですよね。で、その羨ましがってた理由ってのが、自分の本当の両親を知らないからっていうところに繋がってきてるわけなんですけど、そう考えてみると親からの愛情っていうものを知らないんですよね。っていうので、その愛を求めてさまよっているっていうのを考えたら、ドラケンっていうのも繋がってくるし、最終章のドラケンっていうのはマイキーを救うために動いていた。そしてそのマイキーを救うっていうのはエマからのお願いでもあったわけですよね。夢でエマが出てきてマイキーを助けてくれっていうふうにお願いされている。それってやはりエマとドラケンとのつながりですよね。ここの愛っていうところにつながってくるので、どちらかというとこの天に駆け上がる龍っていうよりも、地に落ちて愛を求めさまよう龍っていう、こっちの方がドラケンにつながってくるんですよね。じゃあこの天に駆け上がる方が三ツ矢なのかって考えてみると、三ツ矢って別に名声を手に入れたいわけじゃないんですよ。天に駆け上がるってのを考えたら、頂点に登って名声を手に入れるっていうふうに考えると、まさしく今回の新人賞っていうのはね、大会でそのトップの賞、つまり最優秀賞に三ツ矢が一応選ばれたっていうところで、名声を手に入れるっていう部分も繋がってくるような感じはありますけど、実際三ツ矢っていうのはその賞を辞退しているっていうのを考えたら、その名声を手放してるんですよね。っていうふうに考えてみると、別にその名声を手に入れるつもりでもないっていう風に考えることができるし、今までの三ツ矢に関してもそういった賞とかに興味はないわけなんですよね。これに関しては238話の中で八海が言っていたところでもあるんですが、そう考えてみると、地に落ち愛を求めさまよう龍っていうのがドラケンでも、三ツ矢に関してはどっちの龍にも当てはまらないっていう風になってくるんですよ。ってに考えてみると、この服のテーマとして描かれていた双龍、これっていうのは三ツ矢とドラケンではなくて、ドラケンとまた別の人物を描いているのではないのかっていう風に思ったりもするんですよね。じゃあそれが一体誰なのかっていうところで、やはりドラケンに関しては黒色の方の地に落ちて愛を求めさまよう龍っていうふうに考えてみると、この白い服側ですよね。天に駆け上り名声を求めている龍っていうのを考えてみると、今回のこの2つの服の描かれ方、その構図っていうのと色が大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。っていうところで、まずは結論として、この白色の龍が一体誰を示しているのかって考えてみると、これはおそらくマイキーなのではないのかっていうふうに思うんですよ。
まあ、なぜここでマイキーが繋がってくるのかってところに関しては、やっぱり竜っていう部分を考えてみると、三ツ矢とドラケンはずっと竜の入れ墨を入れてるんですが、マイキーに関してもね、闇落ちをしてからっていうのは、黒い竜の入れ墨っていうのを入れているんですよね。で、まあ今の2008年に関しては、入れていないってところもあるし、梵天の未来では竜の入れ墨ではなくて、イザナのピアスと同じ入れ墨っていうのをしているんですが、ただ一つの可能性として考えられるのは、今2008年でね、ドラケンを失ったことで、マイキーが完全に黒い衝動に飲まれているっていうのがあるので、もしかすると次マイキーが出てくる時に首元にまた竜の入れ墨が入っているって可能性も十分あり得るんですよね。まあ、このマイキーが竜の入れ墨を入れているって可能性についてはまたこの動画の後半で触れていこうと思うんですが、この白色の竜っていうのがマイキーになってくるっていうのを考えてみたら、そこと繋がってくる理由としては、一つはこの白い服の方のテーマですよね。天に駆け上がり名声を求める竜っていうのを考えてみたら、天に駆け上がるってことはやっぱりトップに向かってるわけですよ。そう考えてみると、これって天下を取るっていうのを考えることができるので、天下を取るといえば東京卍會と関東卍會ですよね。東京卍會ってのは関東事変で天竺を倒したことによって天下を取った。で、関東卍會に関しても三天戦争で勝利したことによってトップを取ったわけですよ。っていうふうに考えてみると、この天下を取るっていう部分では東京卍會と関東卍會、つまりマイキーに繋がってくるんですよね。で、そもそもこの天下を取るっていう部分はマイキーとドラケンの願い、夢でもあったわけなので、ドラケンとも繋がってくるような部分ではあるんですけど、大事なのはこの白色っていうところなんですよ。今回描かれている黒色の服と白色の服っていうのを考えてみると、この色合いは東京卍會と関東卍會の特攻服と全く一緒なんですよね。そう考えてみると、白色の服っていうのは関東卍會にいるマイキーと繋がってくるんですよね。そしてさらにこの白がマイキー、黒がドラケンっていうのを考えてみたら、そこと繋がってくるのは今回この服を着ていた2人ですよね。まあモデルの人やとは思うんですけど、この2人のモデルの人がすれ違っている形で描かれているんですよね。もちろん一人ずつ歩いてって順番に歩くからすれ違うっていうのは当たり前なんですけど、あえてこのすれ違うように描いているっていうのを考えてみたら、まさにドラケンとマイキーっていうのはすれ違っている状態になってるわけなんですよね。マイキーってのはみんなの幸せを守るために一人の道を選んだ、そのためにみんなを傷つけたっていうのがあって、みんなの元から離れていったわけですよね。でもドラケンっていうのはそのマイキーを連れ戻そうとしているっていうので、完全に二人の思いがすれ違っている状態なんですよ。でしかもそれ以降全く会えていないっていうのがあるので、完全にすれ違っているドラケンとマイキー、この2人のすれ違いっていうのを今回の構図で表しているのではないのかっていうふうに考えることもできるんですよ。で、しかもこのすれ違っている構図っていうのを考えてみたときに、黒色がドラケンで白色がミツヤ、まあそれがもちろん逆でもいいんですけど、そうなってきた場合にドラケンとミツヤがすれ違っているっていうのを考えたら、それってちょっと話の流れと矛盾してしまうんですよね。三ツ矢っていうのはドラケンの意思を尊重して服作りに没頭してテーマを総流として服を作り上げたっていうのがまずあるんですよ。でその後に賞を辞退して竹道たちと協力していく、竹道についていくっていう、そっちを選んだっていうのがあるんですけど、それっていうのはドラケンとのすれ違いっていうのではなくて、小学生の頃に三ツ矢が竜の入れ墨を入れてドラケンに会いに行った時の話ですよ。その時に三ツ矢っていうのは家族を大事にする不良になるということで、その決意の証として竜の入れ墨を入れていたんですよね。で、その決意っていうのをドラケンに対して言っていたわけですよ。っていう風に考えてみると、今回のこの章を辞退して仲間を大事にする、仲間を見捨てないっていう道を選んだのは、122話の中でドラケンの前で決意したあの約束ですよね。仲間を大事にする不良ということで、やはり関東卍會に戦いに行くっていうのを考えたら、ここからまた不良の道に戻るっていう風になるわけですよ。っていう風に考えてみたら、その時の決意ですよね。家族を大事にする不良、三ツ矢が不良に戻るっていうのを考えたら、家族を大事にする不良としてその世界に帰っていくっていうのがそれっぽいわけなので、その時のドラケンとの約束、それを守るために今回竹道たちを選んだっていうに考えることができるので、それって別にドラケンと三ツ矢のすれ違いっていう風にはなってこないんですよね。
そう考えてみると、やはり今回のテーマである双竜っていうのがドラケンとミツヤっていうのもちょっと違う感じがしてくるんですよね。で、実はこの色っていう部分に関しては黒い方はやはりドラケンと繋がってくるわけなんですが、ミツヤの竜に関してはこれはね、火曜日に動画を出したところではあるんですけど、ミツヤの場合の竜っていうのは青い竜なのではないのかって話をしていたんですよね。それっていうのもやはり122話に繋がってくるところなんですけど、三ツ矢が壁に描いていた竜っていうのは青色なんですよね。三ツ矢が使っていたスプレー缶にブルーっていう風に書かれていたので、青色のスプレーで壁に竜の絵を描いていたっていうのを考えてみると、三ツ矢の場合は青い竜、つまり双竜っていう風になってくるんですよ。手に考えてみたら今回の服装ですよね、まあ、もちろん白黒の状態なので黒と白じゃなくて黒と青っていう可能性もあるんですけど、ただ今回描いているテーマとして天と地っていうものがあるので、そうなってくるとやはり黒と対になる白色っていうものを使っているのがそれっぽいっていうのを考えてみたら、やっぱり今回の服に関しては白色なんですよ。っていう風に考えてみると、色的にも三ツ矢とは繋がってこない感じがするんですよね。で、しかも三ツ矢っていうのはこの服をデザインしている時に東京卍会の写真っていうのを見てたんですよ。あの写真を見ていたってことは、やはり東京卍会への思いっていうのも今回のデザインに含まれているっていうふうに考えることができるんですよね。そう考えてみたときに、黒い方にはドラケンへの思い、そして白い方には総長だったマイキーへの思いですよね。今回最後に登壇したミツヤっていうのが、かつての友に戦いに行くっていうことを言っていたので、そのかつての友っていうのはマイキーのことなわけですよ。そう考えてみると、この服をデザインしているときからマイキーのことを考えていた。そしてすれ違っている構図っていうのを考えてみたら、ドラケンたち、そしてこの黒色の服である東京卍会と今すれ違っている状態のマイキー。このマイキーを救いに行くっていう意思を三ツ矢が持ち始めていたのであれば、今回作っている服にマイキーへの思いっていうのを込めていた可能性は十分あり得るんですよね。ただそこにはマイキーを救いたいとかそういった思いを込めるのではなくて、東京卍会だった頃のマイキーですよね。まさに天に駆け上り名声を求めていた竜、これっていうのが天下を目指していたマイキーですよね。そのマイキーを表しているとなってくれば、今回三ツ矢がデザインしたものっていうのはドラケンとマイキーっていう風に考えることができるんですよね。で、しかも今回三ツ矢が出てきた時に東京卍会の特攻服を着ていたっていうので、黒色の服を着ていたわけですよ。っていう風に考えてみたら、やっぱり三ツ矢っていうのはその黒色の服側、つまり地に落ち愛を求めさまよう竜側の人間っていうのを考えてみたら、ドラケンの意志を継いで出てきた。だからこそ竜の入れ墨を見せてドラケン見てるかっていうことを心で思いながら話し始めたわけですよ。っていう風に考えてみると、マイキーとすれ違っている状態のドラケン側についている、つまりその黒い竜側にはドラケンと三ツ矢がいるっていうのを考えてみたら、この黒と白っていうところでドラケン側マイキー側っていうふうに分けてるのかなっていうのがまず一つにもなってくるし、ただ一つ思うのが、黒い竜と白い竜っていうのを考えてみたら、黒い竜っていうのはね、ブラックドラゴンっていうチームもあったりするので、まあこのブラックドラゴンとね、三ツ矢のつながりっていうのもやっぱり気になってくるわけですよ。ドラケンとそもそも出会う前から壁に竜の絵を描いていたっていうのがあるぐらいなので、その竜の絵を描いていたっていうのが一体どこにあるのかっていうところで、まあ三ツ矢隆っていう名前を考えてみたら、この隆っていう漢字自体は竜っていうふうに読むことはできるんですけど、だからといってこのドラゴンを描くのかっていうのを考えたら、きっかけとしては薄い感じがするので、やっぱりそのブラックドラゴンと何かしらのつながりがあるのかなっていうふうに思ったりもするし、三ツ矢がちょっと不良への憧れっていうのを持っていたのであれば、新一郎くんとのつながりとかもねあるのか、どこかで新一郎くんの存在を知ったとか、ブラックドラゴンというこの伝説のチームを知ってそのチームに憧れていたみたいな、そういった可能性も一つとしてはあるのかなっていうふうに思ったりもするので、やっぱりドラケンと会ったタイミングっていうのを考えてみると、まだブラックドラゴンがその悪い組織になる前だったと思うので、そう考えてみたら初代の意思を継いでいる伝説のチームだった頃のブラックドラゴンに憧れを持っているとか、直接的に何か関わりを持っていたとかね、そういったことがあれば、まあどこかで三ツ矢とブラックドラゴンのつながりが出てくる、そしてブラックドラゴンの協力っていうのがそこでまた起こるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、
まあ、それに加えてこの白色の竜っていうところでね、黒い竜がブラックドラゴンっていうのを考えたら、白い竜でホワイトドラゴンみたいな、そういった新しいチームができるのかみたいな、そういう風に考えることもできたんですけど、まあ、もちろん竹道がね、ブラックドラゴンの最後の継承者っていうところで11代目総長としてね、そのブラックドラゴンを継いで初代に恥じないようなチームを作るっていうことを新一郎くんに誓っていたっていうのがあるので、そのブラックドラゴンからちょっと進化させてホワイトドラゴンみたいなチームを作るっていう風に考えることもできるんですけど、ただそうなってきた場合、竹道が作るチームのカラーっていうのも白色になっちゃうんですよね。そうなってきたら関東卍会と交渉するっていう場になった時に、関東卍会の特攻服も白色なわけですよ。でもしこのホワイトドラゴンっていうのが竹道になってしまったら、白色と白色で戦うっていうので、ちょっと絵柄的にもね微妙な感じがしてくるので、そう考えてみると、この白っていうものを竹道側のチームとして採用していくっていうのはちょっと違うのかなっていうふうに思ったりもするので、そうなってきたら今回描いている構図、名前的には黒い竜という風になってますけど、ブラックドラゴンの特攻服とね、東京卍会の特攻服っていうのはかなり似ているわけなんですよね。やはりそれっていうのがマイキーとかドラケンっていうのは新一郎くんの代に憧れてたわけですよね。あの初代ブラックドラゴンっていうかっこいい存在だったわけですよ。でその人らに憧れて、自分のケツは自分で拭くっていう、そんな不良たちの時代を作るためにマイキーたちがいたっていうのを考えたら、ブラックドラゴンに憧れて東京卍会の特攻服っていうのをブラックドラゴンに合わせていったっていう、そういった展開も十分あり得るので、デザインしたのが三ツ矢っていうのがあるんですが、そうなってくると三ツ矢もやはり初代ブラックドラゴンとかそこに憧れていたっていうのを考えたら、そことのつながりっていうのもまた見えてくるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、そうなってきたらこの黒い竜側っていうのはブラックドラゴンでもあり東京卍会でもあるっていうね、もうすでに命を落としてしまっている新一郎くんとかバジですよね。バジっていうのは一人一人がみんなのために命を張れるチームっていうので東京卍会を作ったわけですよ。そう考えてみると、今から集まってくるメンバーっていうのがマイキーを救うために命を張っていくっていうところで、バジの思いにもつながってくるし、新一郎くんがマイキーのために残したブラックドラゴンですよね。そのブラックドラゴンともやはりつながってくるっていうのを考えたら、新一郎くんとバジの思いっていうのもそことつながってくるんですよね。で関東卍会にいるマイキーっていうところで、このマイキーが白い竜側にはなってくるんですけど、マイキーと竜がつながってくるのかっていうところでね、これに関しては最初も言った通り、闇落ちをしたマイキーっていうのは黒い竜の入れ墨を入れてるんですよね。あの竜の入れ墨を入れている理由っていうのは、やはりドラケンを失ったっていうところから竜の入れ墨を入れていたわけですよ。でこの竜の入れ墨の意味っていうのは、実写映画の方でも未来でね、キサキが言っていたところではあるんですけど、ドラケン君はいつもあなたと一緒にいますみたいなことを、このマイキーの首元に入ってる黒い入れ墨を刺しながら言っていたんですよ。っていうふうに考えてみたら、マイキーがあの黒い入れ墨を入れているっていうのは、ドラケンといつも一緒にいるっていう、そういった意味合いがあるんですよね。ドラケンっていうのはマイキーの心っていう風に言われていた。だからこそその心であるドラケンを失ってしまった。でもドラケンをそばに感じる、心の中にドラケンを入れておくために入れ墨を入れているっていうのを考えたら、今マイキーはドラケンを失ったことによって完全に闇落ちをしてしまっている状態なわけですよね。そう考えてみると、梵天の未来では竜の入れ墨を入れてなかったっていうのはありますが、2008年の現在ですよ、元々の過去ではドラケンは生きていたわけですよね。だからこそ未来の梵天マイキーは竜の入れ墨っていうのは入れてなかったわけですよ。なぜならドラケンは元気に生きていたし、マイキーが幸せを守ったことで普通に暮らしていたっていうのがあるわけですよね。だからこそドラケンを失っていないっていうので入れ墨を入れていなかったんですけど、今回は三天戦争が始まる前にドラケンが倒れてしまったっていうのがあるんですよね。そうなってきたら次出てくる時にマイキーが竜の入れ墨を入れているっていう風に、そうなってくる可能性も十分あり得るんですよね。
で、このマイキーが竜の入れ墨を入れてくるのではないのかというところで、一つ気になってくるのは、公式ツイッターが過去にツイートしていた絵なんですよ。まあ、そのツイートっていうのがかなり前になるんですけど、バジの誕生日ということでね、11月3日になるんですけど、そのバジの誕生日にツイートされた絵っていうのが、マイキー、カズトラ、バジ、ドラケン、ミツヤ、パーチン、そして奥にチフユっていうね、創設メンバープラスチフユが描かれているこの絵があるんですけど、この中ではみんな同じ服を着てるんですが、マイキーとミツヤだけがフードをかぶってるんですよ。で、このフードをかぶっているっていうのを考えてみると、今回の239話で三ツ矢は最初フードをかぶってたんですよね。で、このフードをかぶっていた理由っていうのは、右側の髪を剃っていて入れ墨を見しているってところがあるので、その入れ墨を隠すためにフードをかぶっていた。そしてその下に着ている特攻服も隠していたっていうふうに考えることができるんですけど、じゃあここでフードをかぶっているマイキーですよね。このマイキーっていうのも実は入れ墨を隠しているみたいな、そういった展開も十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよ。そう考えてみると、この後出てくるマイキーですよね。まあ、どういった展開でマイキーが出てくるのかっていうところではありますけど、この後に関東卍会の状況っていうのが描かれるっていう可能性もありますし、それは描かれずに竹道がチームを作り終えてから関東卍会に挑んでいく、つまりマイキーに会いに行くっていう展開で、マイキーの首とかに竜の入れ墨が入ってるみたいな、そういった展開も十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。そう考えてみると、マイキーと竜のつながりっていうのも見えてくるし、色で言ったらこの白色の竜ですよね。関東卍会のカラーが白色っていうのもあるし、やはり三ツ矢がマイキーのことをイメージして作るのであれば、黒色にはならないと思うんですよね。黒色のマイキーっていうのを考えたら、それって闇落ちをしている状態のマイキーを連想してしまうわけなので、三ツ矢が東京卍会のことを思い出して、マイキーのことも思い出しているのであれば、そのマイキーはやはり天下を取るために走り続けていたマイキー、つまりこの天に駆け上がり名声を求めていた竜っていう、そこに繋がってくるわけなので、やっぱり色的には黒ではなく白っていう風に考えることができるので、まあ、この闇落ちマイキーが黒マイキーっていう風に言われたりもするし、元々のマイキーがね、白マイキーみたいな、そういった風にコメントとかツイッターの方とかでもね、いただくようなところではあるので、やっぱり元々のマイキーっていうのは白色のイメージがあるんですよね。まあ、もちろんマイキーのイメージカラー自体は赤色なわけなんですけど、まだ闇落ちをしていない頃のマイキー、輝いていた頃のマイキーってのを考えたら、白い竜側にマイキーを入れているっていう、そういった可能性は十分あり得るんじゃないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。そう考えてみると、今回最新話で三ツ矢が作った服のテーマである双竜ですよね。この双竜っていうのはドラケンと三ツ矢ではなくて、ドラケンとマイキーを表していたのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は最新話で描かれた2つの竜の意味についてお話をしました。ぜひこれについて思うところがましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。